本日はブレイキング男子 COO 溝口裕二氏の専属運転手を務めるレオ選手がとんでもないことをやらかし、警察が出動する騒ぎとなりましたので、そちらについてまとめていきます。溝口裕二氏は4月30日突如 X にて、現在アシスタントや専属運転手は3名の方にサポートしてもらってるのだけど、その中の一人のレオがまた車をぶつけました。なのでレオはそのメンバーから外そうかな。それに伴い本気で頑張ってくれる方を1名募集しようと思います。俺の付き人はあらゆる分野で活躍する人に会えるのでおすすめです。本気で頑張りたい人はこちらにご連絡ください。俺に連絡もらっても返事できないのでよろしくですなどと投稿し、溝口裕二氏の専属運転手を務めるレオ選手が車をぶつけたため、レオ選手は運転手から外し別のアシスタントを募集すると語っております。この溝口裕二氏の投稿に対してレオ選手は X にて、ほんまに今日はごめんなさい、こんなもんも作れるようになったのでもう少し頑張らせてくださいなどと投稿し、溝口裕二氏に対してもう少し頑張らせてほしいとメンバーから外さないよう懇願しております。この一連の流れはやらせなのではないかとの憶測が多く飛び交う事態となり、このやらせ疑惑に対して溝口裕二氏は X にて、ちなみに今日レオがぶつけたのは本当だからね、レオは警察対応、俺はタクシーに乗り換えて向かったけど大事な撮影現場に30分遅刻した、なので本気の人はバックマンサービス CEO のこちらにご連絡ください、俺に連絡もらっても返事できないのでよろしくですなどと投稿し、レオ選手の自動車事故により警察も出動する騒ぎとなり、大事な現場に30分遅刻したと悲痛すぎるコメントを残しております。注目の集まるレオ選手の今後の行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。